広島高等裁判所でですね、伊方原発の3号機の、運転、差し止め仮処分命令申し立て事件の即時抗告審ですけれども、即時抗告審で、申し立て人の主張を認めるあの命令が出ました。中身は平成30年の9月30日まで、この伊方3号機の原子炉を運転してはならないという中身のものです。伊方原発の地理的領域に位置し、将来の活動可能性のある火山である阿蘇カルデラについて、現在の火山学の知見では、伊方原発の運用期間中に火山活動の可能性が十分小さいと判断することもできないし、噴火規模を推定することもできない。したがって阿蘇 その最大噴火9万年前の阿蘇4噴火の噴火規模 VEI7 っていう、まあ、これはまあ最大級 の爆発なんですが、これを、想定しなければいけないと。でその場合には、火砕流がその、到達した可能性が十分小さいと評価することができないから、伊方原発は立地が不適だと、原発敷地に原子力発電所を立地することが認められない。単純ですね。もう要するにここはあの火山ガイドに基づけば原発を建ててはいけないところだったんだということに尽きるわけです。ここにあの火砕流が届いた可能性が否定できない以上は、原発立地は不適でしたよということを言っているんですね。 3.115 の原発訴訟 の中で最も重大な決定が出たというふうに、言い得ると思います。それで、まあ、決定の中身なんですけれども、まずですね、この要旨の司法審査のあり方というところが、2ページ目にございます。まあ、ここでは、広告人ら住所地と伊方原発との距離、まあ、100キロとか60キロに照らすと、伊方原発の安全性の欠如に起因して生ずる放射性物質が周辺の環境に放出されるような事故によって、その生命身体に直接的かつ重大な被害を受ける地域に居住する者、ないしは被害の及ぶ蓋然性が想定できる地域に居住するというふうに言えると。まあ、100キロで、あの広島100キロなんですけれども、まあ、海を隔てているだけなんで放射能が飛んでくるということが、まあ、はっきり認められたということだと思います。判断の枠組みなんですけれども、この点についてはですね、具体的なその直接的かつ重大な被害を受ける具体的危険性が存在しないことについて、相当の根拠資料に基づいて主張を立証する必要性があると。四国電力側がこの立証を尽くさない場合は、具体的な危険性の存在が事実上推認されると、まあ、こういうふうに、言っております。まあ、ただそれに続いてですね、伊方原発については新規制基準について設置変更許可が受けているということで、原子炉等規制法が基準の策定について学識経験者など その専門的技術的知見に基づく合理的な判断に委ねている趣旨だろうということで、四国電力がこの主張立証に変えて新規制基準に不合理な点のないことと、新規制基準に適合するとした原子力規制委員会の判断に不合理な点がないこと、これを主張立証すればいいんだと、こういうふうに言っています。まあ、あの行政訴訟の判断枠組みとほとんど同じ枠組みで判断するというふうに言っているのだろうというふうに思います。それで、我々の主張を認めた理由なんですが、判断の要旨ではわずか数行しか書いてありませんが、火山以外の争点についてはですね、まあ、一言、規制委員会の判断が合理的だというふうに言っております。まあ、要旨の4番で火山事象 の影響による危険性という部分、ここはですね、これまでの経緯をちょっとご説明した方がいいと思うんですが、火山問題についてですね、最初に全面的に争われた、原発裁判というのは仙台原発でした。で仙台原発 の鹿児島地裁の決定というのがですね、2015年の4月22日にありました。これ仙台原発1号機2号機の運転差し止めを求めたものだったんですが、ここではですね、火山に関しては規制委員会の規制基準、火山ガイドも合理的であるし、その火砕流噴火があってもそれは事前に予知することができて、使用済み燃料は、その数年のタームで事前に分かった噴火に基づいて運び出すことが可能なんだと、まあ、こういう判断になっていたわけですね。
この判断が逃避がその後ずっと問題になっているわけですけれども、これについてですね、その2016年の4月6日に福岡高裁の宮崎支部、西川智一郎裁判長ですけれども、ここで、決定が出ました。この決定はですね、驚くべき決定だったんですけれども、どういう意味かというと、火山に関してですね、我々が主張していた事実関係をほとんど全面的に認める、事実認定をしながら、まあ、簡単に言うと、その火砕流噴火を事前に予知することは不可能であると、そして、九州におけるそのカルデラ噴火というのは、次の噴火がカルデラ噴火になる可能性は否定できないんだということを認めながら、火山事象に基づいて原発を止めるなどというような、そういう社会通念はないんだと。一般の建築規制にあたっても火山の問題などは何も考慮されていないから、原発だけを特別に扱う必要性はないという社会通念の一本でですね、火山ガイドが不合理、そして判断にも誤りがあるかもしれない、しかし、そんなことは本当に稀にしか起きないんだから、無視して構わないんだという、そういう決定が出ました。これが、まあ、この決定の事実関係がですね、実はずっとその後もですね、火山に関して争われている裁判では認められてきてんで、事実としてですね。で、今回の、伊方原発の広島地裁の判決においても、この宮崎支部の判断と全く同じ判断がなされていた。要するに、火山ガイドの内容そのものは不合理であると、数年前に、火砕流噴火を予知するようなことはできないと、しかしそれで原発を止めることは社会通念に反するっていうですね、もう全く宮崎の高裁と同じ決定が出ていたわけです。しかしそれに関して今回は、まさしくその事実認定としては宮崎のこの高裁と変わらないんですけれども、その社会、通念はおかしいということをはっきり言ってくれたということです。宮崎の高裁の支部となぜ結論をことにしたかということの理由付けが書かれております。で、現決定の判事が引用されていて、その続いてですね、確かに現在の火山学の知見では VEI7 以上の破局的噴火の発生頻度は日本の火山全体で1万年に1回程度だと、仮に阿蘇において同規模の破局的噴火が起きた場合に周辺100キロ程度が火砕流のため壊滅状態になると、国土の大半が10センチ以上の火山灰で覆われることになると、我が国においてはこのようなひとたび起きると破局的被害、国家存亡の危機をもたらす一方で発生頻度が著しく小さい自然災害については火山ガイドを除き、そのような自然災害を想定した法規制は行われていないと、国もそのような自然災害を想定した対策は、火山活動のモニタリング以来策定していないと、そしてこれに対する目立った国民の不安や疑問も呈せられていない、まあ、これは僕はそうじゃないと思うんですがね、我々は一生懸命不安や疑問を呈していたつもりなんですが、そしてそういう文献も火山学者の警鐘もいっぱい鳴らされていると思うんですが、まあ、こういうふうに書いていて、前期のような発生頻度が著しく小さく、しかも破局的被害をもたらす噴火によって生じるリスクは無視しうるものとして容認するというのが我が国の社会通念ではないかとの疑いがないではなく、まあ、これはだから宮崎の高裁の決定が言っているような理屈も成り立つかもしれないとも言っているわけですね。このような観点からすると、火山ガイドが立地評価にいう設計対応不可能な火山事象に何ら限定を付すことなく破局的噴火による火砕流を含めていると解することには少なからず疑問がないではない。しかし、まあ火山ガイドはそう定めているわけです。しかし前述した通り、原子炉等規制法は原子力発電所の安全審査の基準の策定について、原子力利用における安全の確保に関する各専門分野の学識経験者を要する原子力規制委員会の科学的、専門技術的知見に基づく合理的な判断に委ねる趣旨なんだと。裁判所としては当裁判所の考える社会通念に関する評価と
原子力規制委員会が最新の科学技術的知見に基づき専門技術裁量により策定した火山ガイドの立地評価の方法考え方の一部の間に乖離があることをもって現決定のように火山ガイドが考慮すべきと定めた自然災害について、限定解釈をして判断基準の枠組みを変更することは、新規制基準の趣旨に反していると、規制法と新規制基準に反していて許されないんだと、その火山ガイドそのものが対象とする160キロ範囲で、その阿蘇山のが火砕流噴火を起こす可能性があるんだったらそれは立地不適というふうに火山ガイドが決めてるんだから立地不適と判断するんだというふうに言ったわけです。で、次の4のところは何が書いてあるかというと、これは火山灰の関係ですね、VI7 より1段低い VI6 の、噴火が生じてその場合にはですね、その大変な量の噴火ができて、その四国電力による高架火災物の総圧の想定15センチは過小だと、もっとたくさんの火山灰が降るはずで、この場合の火山灰の大気中濃度 3.1 グラムパー流米も過小であると、したがってそれに対する対策もできていないと、火山灰についての対策もできていないということがはっきり認められております。それで、普通であればここまでの認定がされたんであればですね、期限なんかなしに、もう運転差し止めっていう決定になっていいと思うんですが、裁判所としては、これは仮処分事件であると、でその本案の証拠調べなども経ていないということで少し遠慮したのでしょう。この部分についてですね、現在継続中の本案訴訟において証拠調べの結果、本案裁判所が別の判断をする可能性もあると、したがって四国電力に運転停止を命じる期間は平成90年の9月30日、来年の9月末までというふうにすると、その間に本案の裁判を急いで判決を出してくださいということだろうというふうに思います。でちょっとその声明文がそのことを触れている部分ちょっと紹介してくれるかな、弁護団声明の4にありますけれども、期限をつけた点についてなんですけれども、本訴において証拠調べをするためとの理由で平成30年9月30日までの期限付きの差し止めとしている点は弁護団としては不合理だというふうに考えていますと。で現在本訴において証拠調べ等の審理の見通しは全く立っていない状況で、被告側は反論すら出していないという状況で、本訴の見通しは全くない段階、始まったばかりと言ってもいいぐらいの状況にもかかわらず、平成30年9月30と決める時点でその理由はないようなもので不合理だというふうに考えているということです。普通の裁判所であれば、僕は宮崎の高裁はあまりにもですね、僕は法論理が異常だったと思うんですね。事実認定は僕らの言ったことを 100% 認めてくれたんだけれども、火山ガイドが立地不適で言ってるものを社会通念上火山で原発止めることはありえないでしょっていう、そのわけのわからない理屈でその我々の請求を棄却していたという決定なので、また来年の9月が近づいたら仮処分申し立ててですね、この期限を延期してもらっていくしかない。要するに火山について状況が変わるわけじゃないのでですね、この同じ理由でもって、停止状態を続ける決定を出させることは可能だと思います。そういう意味で別にこちらが勝ってる 理由に何か期限がついてるような理由で勝ったわけではない。この時までに向こう側が何かすれば裁判所の判断が変わるわけじゃない、別の裁判官がやればもちろん決断が変わるかもしれませんけれども、同じような考え方の枠組みに立って、判断する限り結論が変わらないというふうに思われます。はい、はい、まずですね、火砕流噴火が及ぶ可能性がある原発というのは仙台、それからこの伊方、そして大間がそうですね。泊まりは訴訟してるのかな。いや、泊まりは分からない。今のところ僕がはっきり確認できるのは、あと再処理工場、6カ所の再処理工場もそういうことが起こりうると思います。で、火山灰の部分も今回認められているんですが、火山灰についてはですね、火山灰のその降り積もる走行が、過小評価になっているというのは全部の原発に当てはまると思います。
で阿蘇四噴火なんか起こった時には日本全体にその10センチぐらい の以上の、火山灰が降り積もるだろうなんて書いてありますけれども、火山灰の問題というのは火山事象に関連して言うと全ての原発に関連してくるだろうと思います。火砕流噴火については、カルデラ火山というのがですね、日本の場合は、九州に4つある、それから北海道とその東北地方、十和田とかなぐらいまでだね、なぜだか分かりませんが、中部日本にはカルデラ火山がないんです。という そのいう理由で、火砕流噴火が他の原発に直接影響を及ぼすということはないということになります。